はい、こんにちは、メガリアです。今回はですね、楽天モバイルの楽天アンリミットの情報ですね、またお伝えしたいと思います。今回ですね、この楽天アンリミットなんですけど、ちょっとね、この一文ね、どうなのかなっていうのがあったのでね、皆様もね、ご存知かなと思いまして動画にさせていただきました。ということでね、早速見ていきたいと思います。はい、こちらですね、いつもの楽天アンリミット1年無料と書かれております。完全データ使い放題、いいですよね、最高です。そして国内通話かけ放題、いいですよね、最高です。はい、そしてグローバル無料、ちょっとねよくわかんないですけどね、はい、いいですよね、はい、いいのかな、はい。そしてこちらのですね、楽天アンリミットのお申し込み方法がですね、3種類書かれております。新規電話番号でお申し込み、そして他社から乗り換え MNP でお申し込みと、そして3つ目ですね、楽天モバイル、ドコモ回線、au 回線からの移行お申し込みというね、3種類のお申し込みの方法があります。いいですよね、はい。そしてお近くのショップを探す、まあこちらですね、ショップに行きたい方は探していただければと思います。いいですよね、はい。そして楽天アンリミットの詳細を見るということでね、こちらに行きたいと思います。ということで、こちらもですね、おなじみの楽天アンリミットのページでございます。こちらですね、楽天アンリミット300万名対象、1年無料となっております。1年過ぎますとプラン料金2980円がね、月額かかります。はい、こちらですね、大体というかほとんどですね、先ほどと書かれていることは同じです。完全データ使い放題、いいですよね。国内通話かけ放題、いいですよね。グローバル無料、よくわかんないですけどね、いいですよね。はい、そしてね、先行申し込み受付中ということで3種類ですね、書かれております。お近くのショップ、はい、探したい方は探してください。そしてね、こちら楽天アンリミット対象製品購入サポートキャンペーンというのがありまして、最大でですね、2万800ポイントの還元となります。はい、そしてオンラインご契約で3000ポイントプレゼントプラス、お申し込み時の事務手数料で3300円相当分の全額ポイント還元、そして対象製品プランセット購入で最大14500ポイント還元ということでね、こちらです、最大で2万800ポイントの還元ということが書かれております。いいですよね、はい。そして完全データ使い放題と書かれております。まあこちらもね、いいですよね。楽天回線エリア、完全データ使い放題、データ無制限、動画見放題、 SNS 使い放題、パートナー回線エリアでも 2GB 使えるということで、いいですよね。そして製品プラス楽天アンリミットプランセットということで、こちらがですね、スマホとセットなんですけど、楽天ミニのセットでございます。そしてこちらですね、その他のスマホのね、セットでございます。まあこちらもね、いいですよね。はい、そしておすすめ製品プラス楽天アンリミットと書かれておりましてね、こちらのね、3種類の製品がおすすめということでございます。まあこちらもね、いいですよね。はい、プラン詳細、ね、1年無料、いいですよね。はい、またね、こちら、お申し込み方法が書かれております。お近くのショップを探す、まあね、結構ね、何回も同じこと書かれておりますよね。そして楽天回線エリア全国に拡大中ということでね、まあそう頻繁にはですね、更新されないと思いますがね、こちら気になる方はですね、チェックしてみてください。はい、いいですよね。そしてお問い合わせなど書かれております。まあいいですよね。はい、お申し込みの流れということでね、こちら書かれております。あれ、これね、初めて見たかな。スマートフォンのご準備はお済みでしょうかということでね、楽天回線対応製品をですね、ご用意くださいということでございます。楽天回線対応製品はこちらからということでね、こちら見ていただければ対応している製品がわかります。そして申し込みをしていただくと後日メールが来ますということで、まあいいですよね、こちらもね。はい、そしてこちらですね、楽天アンリミットお申し込みキャンペーンプラン料金1年間無料ルールと書かれております。お申し込み期間がこのようにね、書かれております。はい、終了日未定となっておりますね。一応ですね、ここにお申し込みが300万名に達し次第終了と書かれております。はい、まあこちらね、いいですよね。
そして特典ですね、楽天モバイル楽天アンリミットをご契約いただいた場合、以下の特典を適用します。一つ目がですね、プラン料金が開通日から1年間無料、いいですよね。そしてユニバーサルサービス料が開通日から1年間無料、まあ、こちらもねいいですよね。はい、そして特典対象として以下条件のいずれかを満たした楽天会員の方ということでね、楽天アンリミットに新規お申し込み、楽天アンリミットに他社から乗り換え、楽天アンリミットに楽天モバイルの料金プランから移行手続き後お申し込み、そして楽天アンリミットに無料サポータープログラム 100GB 無料プランからプラン変更しお申し込み、いいですよね。はい、お申し込みが300万名に達した時点で本特典は終了します。お申し込みの状況により人数が増加減少する可能性があります。特典はお一人様一度のみ、最初にお申し込みいただいた1回戦目に適用となります。まあいいですよね。はい、そして特典対象外とあります。本人確認の不備や MNP 手続きの不備とかね、その辺あります。楽天会員から退会している場合、当社の提供するサービスなどの料金のお支払い期限までに行わなかった場合などね、こんなのが書いてあります。まあまあこの辺はねしょうがないですよね。いいですよね。はい、そしてね次ですよ、問題のところ。これねどうかなと思ったんですけどね、皆様ねちゃんとこちらねルール見てますかね。いきますよ。はい、ここにね注意事項と書かれております。注意事項、まあ皆さんこの注意事項って意味わかりますよね、当然ね。はい、本特典は予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。ふざけんなって感じですよね。はい、これね多分何かあった時に困らないように書いてあるだけだとは思うんですけど、ダメですよねこれね。はい、まあおそらくこれね、まあ変更はあったとしてもね、中止したらねみんなね怒っちゃいますよね。はい、ということでね皆さんねこれ注意事項、私もねこれ全然読んでなかったんでね気づかなかったんですけど、どうですか皆さん、気づいてた方いらっしゃいますかね。まあ皆様ですね、ちゃんと読まれてる方多いかと思いますのでね、ご存知かと思いますが、私はですね全然気づきませんでした。注意事項、本特典は予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。ご了承できるかって感じですよね。はい、まあね本当ないとは思いますけどね、皆様ね一応ね覚えておいてくださいね。何かあった時にね、まあ怒るなってのは無理ですよね。怒りますよ私も。はい、まあね1年間無料って言ってね人集めてるんですからね、責任持ってやってもらわないと困りますけど、まあ本当にね何かあった時の逃げるね一文だとは思いますけどね、やらないと信じていますが、はい、皆様どう思いますかね。コメント欄にね記入していただけたらと思います。はい、ということでね今回ねこんな感じのね簡単な動画でございますよ。この一文ねやばくないですか。まあねやばいと思った方ですね、低評価ボタンを押してください。まあね今回の動画もですね高評価ボタン禁止にしましょうかね。低評価でお願いします。まあこれね内容ねふざけんなよと思われた方、ぜひ低評価押しといてくださいね。今回の私の動画ですね高評価禁止でお願いします。これでいきましょう。はい、ということでね、もうこの内容おかしいだろうと思われた方ですね、私の動画これね低評価ボタン押してください。どんどん押してください。はい、登録は解除しないでくださいね。はい、ということで今回ですねこのような情報ですねお伝えさせていただきました。はい、ということで今回もですね動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた、低評価お願いします。